はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのパワプロコレクションガチャを引いていきたいと思います。バナーキャラとして神楽坂くん、鳴海、渚ちゃん、七井の4キャラが登場しておりまして、50連目までいきますとバナー PSR 確定となっておりますので、まあ、こちらの、50連まで引いていきたいと思います。まあ、PSR はやっぱり渚ちゃんが欲しいかね。まあ渚ちゃん自体もね、全然手持ちがないんで PSR 手に入れたところで解放できるかっていうところはあるんですけれども、とりあえず PSR は渚ちゃんが欲しいという感じで、タンガチャから例によって引いていきますか。これ、まあ、これ系はね、もう前回エプレミちゃんが PSR 出たんで、もう早々このバナー枠での PR、 なるみくんか。なるみはね、一応 PSR を持ってるんで、それがどこまで解放できるかっていうのも今回の焦点ですね。プラゴまで行くと嬉しいんですけれども、嬉しいんですけれども、かといって PSR の鳴海が欲しいかっていうと、どうだろうね。ちょっと SR を持て余しちゃう可能性があるから、まあ、50連までの引きにもよるんですけど、ここはあれ、ここなんだっけ、そもそもお前かい。なるみの R が多いな。まあ確かにバナー 40% 超えとかだっけ。神楽坂くんはね、 PSR が手に入らないとちょっともう SR プラゴだからあんまり意味がないというか、最近はね、ちょっと PSR がね多くなってくると、あ、じゃなくて SR プラゴがね完成しちゃうと PSR を引かないとただの SR が意味なくなっちゃうっていう現象になってきてるんで、これは20連目。ここでも SR が1枚確定するんだっけ。ちーちゃんか、最近ちーちゃんよく出るな。バレちーちゃんがね PSR、 あのバレンタインイベントで出ましたからね。で、神楽坂くん、なるみがよく出てくるね今回偏るときはマジで偏るからね。で、30連目と40連目はバナー SR が確定と。そしてそういえば確定枠以外何にも入ってないっていう。よし、なぎさちゃん OK。渚ちゃんまだプライチとかだった気がするもん。なるみ本当に多いな。RPR 系のなるみが多いね。まあ、それはそれでいいんだけどね。で、40連目。ここもバナーですね。なんかこの段階で。ほら、1個しか入ってない。いや、何個入ってるかは演出じゃ分かんないけどさ、神楽坂くん、またなるみ R だけど、R の渚ちゃん、うん、1、2、3、4、5、そうだね。まあやっぱりピックアップは効いてるは効いてるね。さて、では50連目、ここかバナーの PSR。 ほい、まあ、ここら辺の演出はもうね、出るのが分かってるからね。1個入ってた。神楽坂くんか。うん、まあ神楽坂くんもちょいちょい余り気味になってきたから嬉しいは嬉しいかな。そしてここ、おお、渚ちゃん、よし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 、50連目は結構良かったな。神楽坂くん、1、2、3、4、5、まあバナー、そうだね、大体半分くらいはバナーキャラが入ってくる感じか。まあそれはピックアップ 40% 以上っていうのは一応嘘偽りね、俺の動画では嘘偽りはなかったという感じですね。 PSR は神楽坂くんでしたということなので、まあさすがにね PSR プラゴまで持っていけるかって言われたら
持っていけないと思うんですけれども、ま、今溜まってる神楽坂くんを使って解放していきたいと思います。というわけで、ま、動画自体はこれでいいでしょう。今回の動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。あ、ちなみに神楽坂くんはね、あの50になるとタックが上がる感じになるんで、あの経験点もねちょっと伸びるというところですね。タック6、通常のね固有なくすとタック60からタック80まで、伸びるんで、まあ、経験点のね底上げには、かなりなりますので、できれば50までは育ててはいきたいと思ってますという感じで、じゃあこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。